次々と箱詰めされているのはデコポンです。糖度13度以上という高い基準を満たしていることが出荷の条件とされています。美浜町やその周辺ではデコポンの栽培が盛んで、今は出荷作業がピークを迎えています。 JA の従業員らは連日あらかじめ基準を満たしたものを一つ一つ選別しながら箱詰めする作業に大忙しです。今年も大変美味しく出来上がっています。ぜひ旬の味をお楽しみください。作業は来週初めまで続き、およそ100トンが三重県や愛知県の市場に出荷されます。